住み続けたい町世田谷のためにもっともっと赤もっと赤本信子の実績、千歳通りの歩道の整備とちょこっとベンチ、馬事公園から東京農業大学の脇を通る千歳通りは、春は桜並木の名所ですが、高齢者の方から桜の木の根が張りデコボコして危ないとの声が届きました。早速区の土木の担当に相談、桜並木の歩道の改修工事に合わせてさらに歩行者に優しいバス停のベンチの設置を実現いたしました。この他にもこのような政策を実現しました。これからももっともっと赤もっともっと知りたい方はウェブで